この情報工学基礎実験は1年生から3年生まである、学生実験の科目のうちの、まあ、2年目に受ける、実験科目になっています。ラズベリーパイを使った、電子工作みたいな形の、実験テーマと、ネットワークに関する、実験テーマの大きく2つに分かれています。特にこの、ネットワークに関してはインターネットの裏側で動作をしているような、ネットワークの機械の、設定であるとか、その挙動について皆さんに確認をしてもらうという実験内容になっています。実際に実験をする前にまず実験内容を理解してもらう目的で、レポートを作成してもらってそれからその翌週に実験をしてもらうという形をとっています。実験内容についての理解度を、実験レポートの添削であるとか、質疑応答あるいは、実技試験という形で、実際に、先生の前で、実験を再現してもらうという形で理解度の確認を行っています。ネットワークという分野はですね、あまりそのものを作ったりとかそういったものとは違うので、こういうその実験とかを通じてですね、具体的にそのパケットがどんな風に転送されているかっていうのを直接学習すること、これ若いうちにしっかり学習をしてですね、で、まあ、彼らが社会に出て活躍すべく資格取得とかそちらにうまくつなげていく仕組みを提供しているので、ここで鍛えられた学生は必ず社会で活躍するんじゃないかなっていうふうに思っています。プログラミングとかに強くなりたくて選びましたね。あれも Excel とか Word とかそういう基本的な社会に出てよく使われるようなソフトアプリケーションに結構強いと思います。ここは将来やっぱりネットワーク関係の職に就いてみたいなっていう思いもあったのでこの科目を履修しました。この実験で活かしたなんか PDCA サイクルだったりそういうのを意識して就活だったりにも活かせたらいいのかなと思います。おそらく他大学でこの CCNA の資格講座を、やっているところっていうのは、まあ、数はそんなにないと思います。で特に、ネットワーク分野に就職したいと希望を、する学生さんがいるんですけれども、まあ、この実験を受けていると必ず役に立ちます。この、実験科目で学習をして、卒業した学生さんがいますので、そういった学生さんがですね、ネットワークを主要な業務とするような、技術者として活躍していますので、皆さんにもその後に続いてほしいと思っています。